ングファンミーティングフェニックスキャンプ2023にようこそお越しくださいました。イベント開催に先立ちまして、フェニックスライブ広報担当デップ福田さんによる魂のこもった一曲を披露していただきたいと思います。どうぞご注目ください。愛と冷たい水の中を震えながら登って行け、おめでとう。デップ感謝、皆さん最後まで楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとう。ああ。せい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 。そのまま、せい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 。せいせい。あ、ご苦労さんです、デップさん。ちょっと水飲ませて。何ですか。あの皆さん、あの最近デップ福田のショート動画がですね、じわじわ中毒性があって、あの見てくれてるお客さんが多いんで、今日ここで公開で撮影しちゃおうかということで、いつもの感じでやるんで、いつもスタッフ幼い君がこんな形で撮って、私がこう腕組みしてこうやって見てるんですね、いつもこうやって。1分で、じゃあしていきますよ。はい、2023年9月30日マグネティグリーンパブリでフェニックスキャンプ2023開催。本日正午12時から午後夜9時まで、カサチです。サウナやってます。フェニックスキャンプ、グッシオサウナトレーラー、ヒロキサウナクラブ、ユナイテッドアーモリー、その3社のコラボやってるので、ぜひ2090分間整えに来てください。当店はワッフル専門店になってまして、スティックワッフルをおすすめしておりました。本日はチョコレート、キャラメル、ストロベリーの3種類ご用意してました。東北唯一の三角形のワッフルで可愛くデコレーションしたチョコレート、いかがでしょうか。はい、あの激しい曲とともにこちらワッフル紹介しております。もうすごい映えるので、皆さんぜひ食べてみてください。続いてはココロットカフェさんです。よろしくお願いします。普段の活動場所とおすすめメニュー教えてください。はい、普段は、今年は、地域の祭りとかに呼ばれてキッチンカーでアイスクリームを売りに行ってます。今のすごいいい匂いがするんですけど、こちらは何ですか。あ、こちらはですね、今日は本業の農家の方、自分が育てたですね、黒毛和牛のお肉を焼いています。自分でこう愛情込めて育てた和牛となっております。燻製場トパーズさんです。よろしくお願いします。普段の活動場所とおすすめメニュー教えてください。
活動場所は青森県全般です。今日のおすすめメニューは、スモーキーベーコンがイベント限定で、出してるのと、エビの燻製を、今日限定で、作ってきました。数は、10個しかないので、早めに取りに買いに来てください。よろしくお願いします。普段見たことないような燻製がたくさん並んでおります。ぜひ皆さんチェックしてみてください。デリカフェペルチさんです。こんにちは。デリカフェペルチさんがどこで普段出店しているのか、あと今日のおすすめメニュー教えてください。はい、八戸の中心街の、六日町のアジビルの2階で、はい、お店を出しています。はい、あれ今日のおすすめメニューを教えてください。まあ、イカ飯ももちろんですけど、イカ飯、はい、こちらですね。あ、そうですね、イカ焼きですね。イカ焼き、はい、で、まあ、ちょっとこちら、まあ、遅くなるとイカ飯も出てきますので、はい、あと、まあ、人気なのがせんべい汁ですね。八戸の、はい、郷土料理になりますので、八戸の食材盛りだくさんなので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、続いてはホームカフェさんです。よろしくお願いします。普段の活動場所とおすすめメニュー教えてください。普段は、三沢市で、三沢市のどう言えばいいのかな、ゲート前の近くでお店やってます。はい、おすすめのメニューを教えてください。今日は、まあ、普段お店でもおすすめしてるんですけど、クラフトビールを持ってきてます。あとはフードで言うと、今日はクラムチャウダーですかね。はい、美味しくできました。はい、絶対サ飯にも合うものになっております。ぜひ皆さんチェックしてみてください。続いてはトランクバルさんです。普段の活動拠点とおすすめのメニュー教えてください。普段は八戸市の16日町というところでアメリカ料理のお店やってます。で、今日のおすすめは、チキンオーバーライスって言って、ニューヨークの屋台のメニューなんですけど、はい、チキンをちょっとスパイス漬けしたものを食べてもらうようなニューヨークの屋台飯です。はい、青森にいてニューヨークの味を楽しめるということですね。はい、もう食べてみたくなりました。ママ喋るね。はい、続いてタイ料理アビ様です。よろしくお願いします。普段どこで出店しているのかっていうのと、今日のおすすめメニュー教えてください。はい、普段はイベント出店ばかりで、ちょっとお店で営業はしてないんですけども、SNS での情報からぜひお待ちしてます。で、今日のおすすめメニューはパッタイですね。今日はいつもお弁当にしてるんですけども、ここで調理して提供するので、ぜひ食べてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてはジャック&ベティさんです。普段の出店場所とおすすめメニュー教えてください。普段はですね、三沢市の航空科学館で主に出店してます。おすすめはこのホットドッグになります。ホットドッグ専門のキッチンカーです。はい、すごいジューシーで美味しそうなホットドッグです。手打ちそばネイさんです。よろしくお願いします。普段の拠点場所と本日のおすすめメニュー教えてください。はい、普段は八戸市下長で、手打ちそばネイというお店 を営業しております。基本的にはそばが中心なんですが、今日提供している鶏の天ぷらも、名物として提供しています。で、なかなか外でそばって提供するの難しいので、今日はうどんで、さらにカレーうどんで、いろんなものトッピングできるようにご提供してましたので、ぜひよろしくお願いします。このカリカリのもうこの鶏肉めちゃめちゃ美味しそうです。ぜひ皆さんチェックしてみてください。続いては久保田ファームさんです。こんにちは。普段の出店場所と今日のおすすめを教えてください。出店場所は特に不定期なんですけど、こういうイベント誘われたら出ることが多いです。で、今日のおすすめはまず秋なのでフルーツすごいたくさん種類あるんですけど、まずリンゴ、青森のあとはうちで作ったリンゴジュースですね。
こちらですね、100% うちで収穫したリンゴを3種類ブレンドして作ってるので甘いんですけどくどくない甘さで、普通に1リットルすぐなくなっちゃうぐらい人気ですね、うちでは。はい、クォーターファームさんありがとうございました。ひとりとなりさんです、よろしくお願いします。本日はどこからいらっしゃったんですか？はい、今日は香川県の小豆島から四万十です、来ました。すごいですよね、本州の端っこに来てくれました、ありがとうございます。本日のおすすめメニュー教えてください。はい、ありがとうございます。ケーキのおすすめはフェニックスライズさんの公式ではこちらの梅のパウンドケーキをおすすめしております。今季一番人気で、もうフェニックスライズさんであと2つこれ出したらおしまいです。はい、次に人気なのがこちらバターケーキですね、リンゴのバターケーキが人気となっております。それと、はい、今日はフェニックスライズさん限定のおすすめ商品ご用意しました。はい、こちらでございます。1000円以上のお買い物で豪華商品が当たる抽選券があるということで、今回はグリューワインとチーズのセット、こちらで、まあ、きっと今日の夜はだいぶ冷え込むと思うのでちょっと温まりながら芯から温めてチーズを少しずつ楽しみながらこう深い夜を楽しんでいただけたらななんて思ってご用意しました。もうまさにフェニックスのキャンプイベントにはもうすごいとっておきのメニューですね。いやもう素晴らしいメニューたくさん揃っておりますのでぜひ皆さんチェックしてみてください。続いては喫茶ヒイラギさんです。普段の拠点場所と今日のおすすめメニュー教えてください。はい、場所は この辺町のひばりの公園の近くに、はい、お店はありました。でおすすめは馬肉鍋となっておりました。この辺といえば馬肉がとても有名なのでこの馬肉鍋ぜひ皆さん食べてみてください。めちゃめちゃあったかくて美味しいので。続いては HANB クラフトコープス様です、よろしくお願いします。普段の出店場所とおすすめのアイテム教えてください。はい、普段は八戸市を拠点にバイクのイベントとか車のイベントとかいろんなところに出店してます。今日は、まあ、いろいろ自分でペイントした雑貨とか持ってきてるんですけど、その他今日この場でペイントオーダー受けてその場でペイントできますんで、はい、普段そういうところでよくというかいつもやってます。はい、もうすぐできちゃうんですか？この場でペイントします。はい、今されているのは何をしてるんですかね？今今日このイベントのための協賛品を今ペイントしているところです。もう今手掛けて夜には完成品が出来上がるということですね。はい、ありがとうございました。続いてはアンベアリークラフトさんです、よろしくお願いします。普段の出店場所と今日のおすすめ教えてください。はい、普段青森県内に主に出店してます。でおすすめの商品はこのハンギングロングっていうんですけど、ただのヒバの輪切りなんですけど、これを精油のプールにこうつけて、なので、まあ、芳香剤みたいな感じで使えるというのがおすすめです。はい、もうこのここにいるだけですごい香りが広がって、もうめちゃめちゃいい香りしかないです。もうありがとうございます。あ、結構面白いのもあるんですね。まな板もめちゃめちゃおしゃれなんですけど、どういったまな板なんですか？これキャンプ用の、キャンプ用というか、そうですね、刃あたりがすごいいいのが特徴のまな板で、エンドグレインカッティングボードって言います。はい、素晴らしい高級品ですね、これは。はい、あとはこちらにある精油もたくさんラインナップございます。おすすめの匂いとかって香りはありますか？結構人気なのこのピンクの、これ自分がブレンドしたやつなんですけど、ヒバをベースにしてて、イランイランとかラベンダーとか、まあ、その辺が混ざって、なんでしょう、なんか癒しを特化した香りになってます。はい、もうこれでサウナをやったら絶対整いますよね。結構おすすめですね。すごいですね。あ、今日はこちらどういったものなんですかね？生チップ、生の赤身チップです。よかったら香り嗅いでください。はい、ちょっと香りを嗅いでみます。めちゃめちゃ香り強いですね。この一チップのかけらだけなんですけど、もう強力すぎて私これをこのまま持って歩きたいくらい。めっちゃいい。あ、いいですか？
はい、ということでアンベアリークラフトさんでした。ありがとうございました。薪ストーブ野原さんです。よろしくお願いします。薪ストーブ野原さんの普段の活動している場所とおすすめメニュー教えてください。はい、店は橋上町の、国道45号線沿いにあります。店は、薪ストーブと、農業機械がメインなんですけど、あとはまあこういった今今日陳列しているような雑貨関係も扱っているお店です。すごいいい香りがするんですが、こちら何ですか？はい、これアロマキャンドルなんですけど、ただのアロマキャンドルじゃなくて、ちょっと屋外だから聞こえづらいんですけど、薪が燃えてるようなこうボーボー音がするような商品なんですよね。芯がちょっと特殊な構造になってるみたいで、うん、実際に薪が燃えてるような音がするっていう商品です。もう匂いでも楽しめて音でも楽しめるっていうことですね。あの目の前にはあのちょっとあのグッズがあるんですが、こちらの紹介お願いします。はい、まずあちらにある黒い、まあ、下に刃がついてるやつが薪を細かくするための焚き付けっていう、まあ、細い薪を作るための道具になります。はい、はい、初めて見たのでやらせてもらってもいいですか？ありがとうございます。あとはもうここを叩いて、はい、割る、何回か叩いてもらえます。めっちゃスカッとする。ストレス発散にもなりますね。こう思いがけないところでストンって落ちるのでめっちゃ気持ちいいです。続いてはランバージャックさんです。よろしくお願いします。普段の出店場所とおすすめの商品教えてください。こんにちは、ランバージャックです。出店場所ですか？出店場所、普段のは秋田県鹿角市で薪ストーブ屋をやってます。薪も売ってます。でおすすめの商品は薪ストーブです。はい、でまあこういったあの薪を割るやつとか簡単に火がつくものもあるので、そういったのを使ってこの薪に着火してもらえたら簡単につけれると思います。こちらの薪っていうのは他の薪と違うところってあるんですかね？一応ですね、当社のこだわりとしまして、含水率を 20% 以下じゃないとこう世に出さないっていうふうに決めてるので、まあ、今回持ってきてるものも大体 13% 前後ぐらいで仕上げてますんで、割とこう煙が少ない状態で使っていただける薪になってます。はい、はい、ありがとうございます。はい、煙が少ないということでもうキャンパーにはもってこいのものになっております。ランバージャックさん、ありがとうございました。続いてはモグさんです。よろしくお願いします。お願いします。普段の出店場所とおすすめメニュー教えてください。はい、普段はお店ないので、はい、基本的にはあちこちに売って回ってます。はい、あとはもう卸なんで全国のセレクトショップさんで販売されてます。おすすめとしては基本的に全て青森県産のニンニクを使用しているので、どれでもおすすめです。美味しくないものないですから。自慢の調味料ばっかりだと思うんですが、特にこれはっていうのはありますか？今年で出る醤油ですかね。ニンニク醤油、これがまあ今年で出る一番新しいやつになるのでおすすめです。強烈なぐらいニンニク入ってるんで、お部屋で封開けると部屋中に匂いします。そのぐらい入れてますっていうのは、ニンニク買わなくてもいいぐらいまで入れるっていうことが考え方なんで、ちょっとだけ風味ついてるだけだったら意味ないんですよ。料理に生のニンニクをすりおろしたニンニクがもう入れてあるっていう考え方で作らなきゃいけないっていう醤油なんです。もういろんなカテゴリーの料理にも合うような調味料だと思います。もぐさん、ありがとうございました。あ、終わりですか？あれ？もっともっとありますよ。はい、これね、だから今シンプルにできてるんで家庭で使える料理なんですよ。いわゆるもうキャンプ用で売ってますけども、通常これでこの味をつけるっていうよりは家庭の料理に使ってもらうシンプルで、まあ、中には何個か無添加とかあるので、まあ、そういう意味合いで青森県のクッチョファイト6ペンを味わっていただきたい、それを全国に広めていきたい、もう皆さんの、食卓に並ぶような調味料になってほしいと
思っております。はい、モングさんのニンニク愛、青森愛がすごい伝わりました。はい、ありがとうございました。はい、終わりですか？あ、もう、はい、もう今おしまいですね。はい、十分です。ありがとうございます。続きまして、ミヤブーのニンニクさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段の販売場所教えてください。はい、主にネットで販売してます。ネットということで、では続いて、おすすめのメニュー教えてください。はい、イベントで限定でやってるものがありまして、ニンニクの袋詰め放題やってます。こちらはネットではやってないので、ぜひ現地に来て、袋に詰めれるだけ詰めていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。こちら、無農薬のニンニクがこちら1000円ってすごい安いですね。大特価で出してます。はい、こういう、この場でしかできないものなので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ミヤムーのニンニク様、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、OK です。はい、続いては青森の野人さんです。よろしくお願いします。普段どのように出店されているのかっていうのと、おすすめギアグッズあったら教えてください。はい、普段はこういうアウトドアイベントをメインに出店をさせていただいております。で、おすすめのギアはこちらの今今年から発売するコミヤビとなってます。どういう特徴があるんですかね？これはですね、よいしょ、このリフレクターの形が一番の売りで、私はこれで衣装登録取っておりますので、他には出てこない形の焚き火台になります。結構これだとこうソロキャンパーとかも使い勝手がいいんですか？そうですね、これは本当ソロキャンパー向けの焚き火を楽しみたい、冬に温まる焚き火台となってます。本日から発売ということなので、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。青森の野人さん、ありがとうございました。中村畳工店さんです。よろしくお願いします。普段の拠点場所と本日のおすすめを教えてください。はい、普段は五戸町で、店構えてやってまして、はい、今日のおすすめはですね、たくさんあるんですけど、はい、まずはこちらサウナ用の畳マットです。題して STF、 普通のサウナの、なんだろう、普通の畳とサウナの畳はどう違うんですか？サウナの中だと汗かいちゃうので、はい、普通のイグサだと染み込んじゃうからちょっと適さないということで、水を弾く素材でマット作ってます。はい、それが最大の特徴ですね。はい、すごい、縁の方もですね、おしゃれなんですけど、すね、これも中村さんが作ってるんですか？そうです、そうです。これは普通の、住宅に使う畳のヘリを、まあ、この商品にも縫い付けて使ってますね。まあ、色もグリーンとか赤とか、まあ、今この2色展開なんですけど、今これでやってます。はい、本日は中村畳工店さん、こたつブースも設けてるんですよね。はい、ちょっとじゃあ見てもらえますか？はい、ちょっとね、去年もこたつを出したんですけど、すごい大好評で、またやったらいいじゃんっていう声をいただいたので、今年はもう大々的にこたつ3つ準備して、私が畳を持ってきてですね、でも本当お部屋みたいに作って、で、まあ、ちょっと今雨降ってるんでね、タープ張ってますけど、青空の下でこたつで楽しむみたいな、ちょっと普段じゃ味わえないような体験を今してもらうようにしてますね。もう外にあるこたつでも皆さんこうリラックスしている様子が見て伺われるので、いいですね。本来の形ですね、畳のね、畳の上でリラックスするっていう本来のその生活がもう皆さんやっていただいているっていうのはもう最高ですね。この辺から新しい畳のもう進化っていうものを皆さんにこう見せて見てもらってると思います。中村畳工店さん、ありがとうございました。お願いします。続いてはグリーンハウス八戸店さんです。よろしくお願いします。八戸店の場所と本日のおすすめグッズ教えてください。八戸店は沼館市にあります星野コーヒーさんの隣にあります。本日のおすすめは40周年のグッズになります。先ほど聞いたんですが、アイテム購入の方にはこうオリジナルでこう彫ってくれるっていうのもお聞きしたんですけど、どの商品ですかね？
こちらの亀山のオイルランタンですね。じゃあこれは買ったその場で掘っていただけるということで、スペシャルグッズとなっております。グリーンハウス八戸店さん、ありがとうございました。続いてはドゥーベースさんです。よろしくお願いします。普段の拠点とおすすめのポイントなどありましたら教えてください。ですね、まあ、やっぱ見た目で分かるように、まあ、普通の軽自動車と違ってですね、やっぱ車高が高くなる。これはやっぱ東北だから、ね、やっぱ雪にもあるんで、まあ、少しでも車高が高いように、まあ、インチアップ弊社オリジナルの足回りをつけてるんで、まあ、雪道でも少しぐらい雪あっても走って歩けるように足回りと、あとエアロも長い普通のバンパーついてるんですけども、ショートバンパーっていうのを弊社でオリジナルで作ってますね、はい、すごい目の前で見るとすごい軽自動車とは思えないくらいの高さとごっつさがあるんですけど、結構作る上でこだわってることってあるんですか？やっぱり遠くらしてて雪国なんで、やっぱりさっき言った通り強さをね、遠くらしさでやっぱ雪国でも全然負けないようなスタイルでやっぱ作ってるんで、見れば分かると思います、はい、もしよかったらちょっとマイク持って中ちょっと教えてもらっていいですか？あ、いいですよ、はい、自分でこう持ってしゃべって、ね、はい、まあ、あとはやっぱり雪国って言ったらやっぱこの牽引フックだったりね、よく埋まった時とかでもこういうのを引っ張れるように、これもオリジナルで作ってるんですよね。こういったものだったりもフェニックスさんに協力してもらって作ったり、まあ、中にもいろんなパーツあるんですけども、はい、中も見たいです。そうですよね。わ、かっこいいぞ。そうノースハンターってねやってるんですけど、かっこよすぎる、びっくりした。そうなんですね。あとはこういうふうに、まあ、開くガラスがね、はい、網戸もついてるんですけど、うん、あと、まあ、軽で4人乗ってっても4人寝れるって仕様にしてるんで、はい、上の方はもう2人寝れますし、中も2人寝れるんで軽じゃありえないようなスタイルで作ってますね、はい、うん、まあ、あとはこの中ちょっと暗いですけど、こんな感じで、ほら、こんな感じで、あ、軽なのに広い。そうなんですよ、だから中でも2人寝れちゃうんで、まあ、あとはこの中でも収納できるようにね、はい、前のシートを起こしてでも走って歩けるようにこの中収納できるようになってるんで、はい、あ、もうここで生活してても本当困らない。そうですね、これもフェニックスさんで作ってもらったの。そうこういうのもいろんなの協力してもらってるんで、はい、はい、ですね、本当に大人心をくすぐるような車になっております。そうですね、うん、ぜひ皆さん SNS などチェックしてみてください、はい、ドゥーベースさんありがとうございました。ありがとうございます。どうもカーファクトリーターボーさんです。よろしくお願いします。普段の出店場所とおすすめのグッズ教えてください。出店場所ってのはお店ですか？そうですね、普段津軽市で、やってます。はい、はい、本日こうおすすめのこれいいよっていうのありましたら教えてください。全部いいんですけども、まずは車の方、はい、うちの車を見ていただくと分かるんですけど、車の中で、はい、よかったら、はい、いいですよいいですよ。車の中で薪ストーブが車の中で炊けちゃいます、はい、でこれはサウナじゃなくて普通の暖を取るためにつけてる薪ストーブですね、はい、で助手席の方を見ていただくと、リスこんな感じで逆向きについてるんで、普段はですねこのストーブをこっち向きにして、炎を見ながら、まあ、映画見たりっていう感じができちゃいます、はい、もうこの空間で一人の趣味を楽しめるってことですね。そうですね、はい、一人でもうチルタイムですね。はい、すごいこれ大人の贅沢な時間かなって思うんですけど、皆さんどういう風に過ごされる方多いんですか？まあそうですね、まあ、ご夫婦で楽しまれる方もいますし、
まあ、一人でゆっくり過ごす方が多いですかね。でもね、はい、そうですね。もう大人の休日をゆっくり楽しめるような軽キャンピングカーになっておりますので、はい、ぜひ皆さん、あの SNS もやっておりますので、チェックしてみてください。カーファクトリーターボさん、ありがとうございました。はい、こちらブッシュクラフトコーナーです。大輝ブッシュさんとブッシュマサさんです。よろしくお願いします。本日はどのようなことができるんですか？ですね、まあ、ブッシュクラフトって言うんですけども、はい、原始的な火起こしの方法を学んだりとか、あとはそちらにあるんですけども、木を使ってウッドクラフトですね、いろんなものを作るとか、そういうのを教えてますね。無料体験です。じゃあもう本当に自然でこう物を作れるっていうことですよね。そうですね。とあえて原始的なことでこうキャンプを楽しむとか、自然の中でこう生き抜く知恵をこう学びながら楽しむっていうのがブッシュクラフトですね。あのちょっと聞いたお話によると、あのすごい かわいいかわいい、こんにちは。大輝ブッシュジュニアです。初登場な気がします。よろしくね。はい、あの聞いたお話だとフェニックスライズの新商品のスターターがあるということなんですが、あ、こちらですね、はい、このキラキラしてるこのなんていうんだっけ、これ真珠、うん、なんだっけ商品名、これです。シャイニングミタードスター、はい、こちらで、火をつけることができます、はい、じゃあここでも体験ができるということですね。あ、じゃあなっちゃんやってみましょう。やってみましょう。はい、この黒い棒をこれでこう、あ、危ないよ、擦る。うおお、いい反応、いい反応。あのさ、こうやってチュッてやれば花火出ると思った。そうそうそう。この火花をこの朝紐、まあ朝紐をほどいたものになるんですけど、これに乗せて、まあ乗せると火がポッと、する感じになります。やってみた方がいいかな。うん、やってみた方がいい。はい、どうぞ。こう、そうそう、こう当てて。あ、なるほど。そうそうそう。はい。おお。ナイスファイヤー。ナイスファイヤー。ナイスファイヤー。大成功です。結構あのこういうアウトドア初心者の人でも簡単に火をつけることができましたね。素晴らしい。これもあの、ね、どんな方でも体験できるコーナーになっておりますので、ぜひ皆さんお立ち寄りください。待ってます。待ってます。ありがとうございました。フェニックスライズお菓子作りコーナーに来ました。本日は何を作れるんですか？はい、今回は、焼きマシュマロの体験ができます。あの焼きマシュマロっていうのもあれですよね、焚き火台でできるんですよね。はい、そうです。マシュマロを串に刺していただいて、でそちら あのオクタグリルで実際に焼きマシュマロを、皆さんに体験していただいています。もしよかったら私お願いしてもいいですか？はい、もちろんです。ぜひお願いします。はい、はい、はい、こちらにお願いします。はい、こちらに触っていただいて、はい、はい、では実際に、はい、ではこちら失礼します。はい、あ、ちょうどいい、はい、大丈夫ですか？はい、で実際にあのマシュマロを刺していただいて、はい、はい、あ、ここがいいかな、はい、で、はい、グッとかざしてください。はい、これ回しすれば、回せばいいんですかね？はい、そうですね、回していただくと全体に火が通ります。でだんだん茶色くなってくるので、全体に茶色くなってきたら、はい、あの食べ頃なので、はい、じゃあ今もうちょっとですかね？もうちょっとですね。あ、そろそろ食べ頃ですね。はい、食べ頃なのでいただきます。すんごいとろけて美味しい。しかもあれですよね、こう外で食べるからこそ美味しいですよね。はい、はい、だと思います。もうちょっとあのね、キャンプあんまりわからないっていう人でも、このまず食べてみて外で楽しむ面白さっていうのも感じ取ってほしいです。ありがとうございました。君のチタンに DJ 生が続行、君のチタンに DJ 生が続行、君のチタンに DJ 生が続行、マジ半端ないって。フェニックスライズ最高やで、チタンの鉄板で美味しいお肉を焼くの
メンテナンスサロン青い鳥さんです。よろしくお願いします。普段の活動場所とおすすめメニューありましたら教えてください。むつ市を中心に上北郡ちょっとと青森市八戸、あと今日みたいに県内だったら行けるところは出店でやってまして、基本的には出張でむつ市内を中心に回っています。こういう出店の時は首肩ケアか、足ケアで15分1000円でやってるのでどっちもおすすめです。はい、結構ね皆さん知らないうちに痛みとかあると思うのでぜひ青い鳥さんご利用してみてください。ちなみにちょっとやってもらうことができます、はい、あ大丈夫です、どうぞどうぞ。あ、すごい、うわー、じわーっと、なんだろう、凝りの部分が押されてます。多分みんな本当知らないうちに肩凝ってると思いますので日々凝りを気にしていた方がいいと思います。痛い。続いてはマッサージとタロット占いをやっておりますリコさんです。よろしくお願いします。どちらがマッサージをやられてるんですか。私の方がマッサージを。タロット占い、はい、私です。普段の活動場所とおすすめのメニュー教えてください。普段は五戸町の方で自宅サロンとしてお店をやっております。でマッサージの方は頭皮のエステをやっておりまして、すごくおすすめです。あとはタロット占いと数秘術の方で鑑定をしております。ちょっともしよかったら体験させていただいていいですか。今日はハンドになりますけど、はい、よろしいですか。はい、よろしくお願いします。地まで、お、今何を塗ってるんですか。これマッサージローションで、頭皮にも使うものでして、毛穴の汚れとかくすみにも効果があるので、終わった後は白く透き通った感じに仕上がります。すごいですね。そうなんですよ。これ頭にあるとすごくキュッとこう締まるような感じで、いやこれね普段は頭って言うんですが、実際今ハンドでやってもらって、もうなんだろう、血流が巡ってるのがめちゃめちゃ分かります。そうなんです、もう血色が変わります。すごいすごいです、潤いと色が全然違います。あと針、そうです、ズバリ当たってます。緊張感が、そうですね、うん、朝から緊張してるかもしれない、うん、来ました。こちらはユナイテッド青森さんです。よろしくお願いします。ユナイテッド青森さんの普段の活動拠点と、あと本日のこうおすすめとかありましたら教えてください。はい、普段は青森市のモヤヒルズというキャンプ場を拠点に、県内各地のキャンプ場を回って移動貸し切りサウナの提供を行っております。またお好きな場所にサウナをお届けする出前サウナというサービスもありますので、呼んでいただければサウナカーをお届けしてサウナサービスを提供しております。
今日のおすすめとしましては、まあ、あのいつも の, あのうちの中の強みなんですけれども、青森ヒバの香りを堪能していただいて、であのこう不思議と呼吸がしやすい薪、まあ、ストーブのリラックスしたサウナをお楽しみいただけます。私もね、以前入ったことあるんですが、すごい呼吸がしやすくて、もう香りが包まれて幸せな気分になれちゃいます。で、ちょっと私今回体験したいみたいんですが、本日はなんとですね、マグロの解体ショーでお越ししていただいておりますサトシさんにも同行していただきます。よろしくお願いします。サウナ初めてですか？初めてです。入ったことない。なので今日は2人でちょっと体験してみます。よろしくお願いします。はい、それではちょっと体験してみます。オープン。オープン。はあ、もういい香りが漂ってます。どうぞお先に佐藤さん。はい、これあの何人ぐらい入れるんですか？1階に3人ですね、入っていただけます。結構入れます。お邪魔します。はい、はあ、なるほど。わあ、すごい。どうですか佐藤さん？いや、あ、サウナっす。それはサウナだよ。サウナっす。もうあのこの火の強さっていうのがもうダイレクトに伝わってきます。わあ、青森ヒバの香りどうですか？いや、もう本当に森にいるみたいです。うん、はい、でちょっと私たち今服で2人きりで入ってるかちょっと違和感なんですけど、こうね、サウナもう1人入ることもできるし、1人でゆったりくつろげる空間にもなってるので、ぜひ皆さん入ってみてください。めっちゃおすすめです。おすすめです。弘前サウナクラブさんです。よろしくお願いします。隣にいるのは佐藤健太郎です。よろしくお願いします。もう一人もいるということで、じゃあ、 あの本日の弘前サウナクラブさんの普段の活動拠点とおすすめメニューなどありましたら教えてください。とあんまり拠点としてる場所はないんですけども、こういった大きいイベントに呼ばれてこういうテントサウナを提供してるっていう感じになりますね。弘前サウナクラブさんの特徴も教えてください。はい、ですね、結構ヒバのオイルを使ったロウリュをしてまして、あと最近ではこういった、まあ、これがオークっていう葉っぱなんですけども、これを蒸して体にぶつけてウィスキングっていうのをやったりしてましたですね。すごい、こんなに大きいんですか？まあ、サトケンの体に対してこれぐらいなんで結構大きいと思うんですけども、そうそう、普段は結構白樺の葉っぱとか使うのは結構主流なんですけども、最近はこのオークっていうまた違った種類のやつを使って、これがサイズ大きいんですよ。これを使ってやるとまた結構いい香りが体に作ってきます。素晴らしいです。大きいビスタになっております。今回もサトスさんと一緒に体験してみます。よろしくお願いします。はい、それでは体験してみます。よろしくお願いします。ではじゃあ、はい、濡らしましたね今。はい、はい、じゃあちょっと入ってみます。はい、あ、そうだ、お邪魔します。うわー、熱っ熱っびっくり。おに蒸気がもうこの室内に広がりました。どうですか？蒸気すごいですね。なんかこう ミストっていうか、本当にあのすごいです。本当のフィンランドとかだと、はい、蒸したこの葉っぱを体にこう当ててマッサージするっていうのが流行ってるみたいで、最近はそれをちょっとやってみてますね。です。それをやるとどういう効果があるんですか？なんか血行促進にいいみたいで、より整えるみたいですね、これによって。初めて多くのこれ私嗅いだんですけど、結構爽快感がありますね。気持ちいい香りがして、これを全身に、本当にフィンランドだともう体でこれを包むみたいな感じでやってるみたいな。ただこれが1本4000円ぐらいするのでそう、なかなか手に入りづらいところもあって、いつかいっぱいこうプールにしたみたいなと思ってます。そんな贅沢なサウナも楽しめる弘前サウナクラブさんになっております。ありがとうございます。続いてはフェニックスライズさんの不死鳥サウナです。よろしくお願いします。あのこちら不死鳥サウナの魅力教えてください。はい、ですね、うちの不死鳥サウナの魅力はですね、やっぱりうちで作ったストーブを使ってるっていうこととですね、まあ、以前までは4人で入れる仕様だったんですけど、今はパワーアップして6人で入れるようになってます。結構あの高温とも聞いたんですけど、何度ぐらいまで行くんですかね？そうですね、上げようと思えば100度以上、106とかそんぐらいまでは上げれますね。
結構あのサウナでもコーン好きな方もいらっしゃると思いますので、ザ男のサウナ体験することができます。ちょっとあの今回も私とサトシさんで入っていいですかね。はい、大丈夫です。よろしくお願いします。どうぞ。はい、お邪魔します。はい、隣の方がいいのかな。はい、佐藤さんいかがですか。いや暑いっすね。なんかこうカラッとしたような感じの暑さっていうか、はい、いい感じです。いい感じ。いや、いい感じです。結構あの確かにそのカラッとしたふわっとした感じ、こうなんだろう、勢いのある感じが私もするんですけど、こちらはですね、あの中村畳工店さんの畳も敷いてあります。で、あの佐藤さんの奥にはですね、不死鳥のストーブもあります。薪ストーブもあります。今ただいまの気温は90度近いです。すごい高温になってます。佐藤さん、3種類サウナ入ってみたんですけど、どうでした。そうですね、まあ、それぞれこうなんだろう、個性があって、まあやっぱり自分的にはフェニックスさんのところがこうカラッとしてて好きでしたね。はい、みんなそれぞれ良さがあってすごい好きですけど、はい、3種類本当3種3用になってるので、このトリプルサウナを全部一気に味わえるっていうのはこのフェニックスキャンプならではだと思います。ぜひね、皆さんあのフェニックスライズさんもそうですし、弘前サウナクラブさん、そしてユナイテッド青森さんはイベントでこのようにサウナを出展しておりますので、ぜひあの今後の情報などはね SNS でチェックしてみてください。上に上げてください。そうそう。上に上げて。行きましょう。
締めます。ありがとうございました。